はい、ということでね、今日ちょっと久しぶりにね、携帯キャリアについての動画です。でもですね、今日の主役ってのは楽天モバイル。確かね、楽天モバイルってそんな触れたことなかったですよね。むしろね、楽天モバイルが価格破壊してくれみたいなことでね、ちょろっと触れたことありましたけれども、むしろ今日はですね、そういったふうにね、業界を壊してくれって言ってたんですけれども、むしろですよ、むしろ楽天モバイルが壊れるんじゃないかってね、ちょっと、笑いそうになりましたけれども、あんま笑っちゃいけないか。うん。まあそういったね、動画になってます。まあとりあえずですね、今日楽天モバイルがピンチ、そういった内容をやっていくんですけれども、やっぱりあれですよね。その最大の理由ってのは、総務省が動いて、その結果、他のね、三大キャリア、ここがね、値下げを決定した、こういったところですよね。もう去年の年末からね、始まりましたよね。12月3日に、アハモでしたっけ？なんかね、こうよくわからない。ハワイの食べ物みたいなね、そんな名前ですけども、アハモ。言いにくいな。うん。なんかですね、このアハモの意味、未知の物事を瞬時に理解することを意味する、アハモーメント。それ自体知らねえけれども。なるほどという相槌の英語表現、アハ。アハってね。楽しい時にアハと笑う、簡単詞としてのアハ。という3つの意味が込められてるんだそうです。まあ、どうでもいいけどね。まあ、そういったね、アハモっていう格安プラン。これが12月3日からドコモから出てきましたと。で、その後続々と、で、12月22日にはソフトバンクから、ソフトバンクオンライン。まあ、LINE って言ったらね、今ソフトバンクの下にありますからね。そして今年1月13日、KDDI からポボ。なんかこのポボって意味は、これもなんかね、ラテン語をもじった造語で、新しい視点、みたいな意味らしいです。ということでね、三大キャリアがそんな感じで値下げし始めて、まあ、それでね、一番ピンチになったのは、もちろんこれ楽天モバイルなわけですよ。ということで今日は、楽天モバイルがね、ピンチ。そういった動画です。でですね、やっぱりこういうニュース出てましたね。楽天モバイルも値下げ。もはや通信料収入に頼れない携帯業界の行く末。こういった記事です。ダイヤモンドオンライン。NTT ドコモの新プラン、アハモを皮切りに、大手3キャリアが相次いで大幅に値下げした新料金プランを打ち出した。そして、1月29日、動向が注目されていた楽天モバイルも段階制で値下げする新プランを発表した。楽天モバイルの収益にも影響を与えそうだが、値下げ競争の勝算は果たしてどこにあるのか。これですね、さっきも言ったように、三大キャリアが値下げを発表したと。まあ、例えばですよ、12月3日に発表したドコモのアハモ。これがですね、月額2980円です。で、確かね、みんなこう20ギガまで使えるってやつですよね。そして今年発表した KDDI なんかも、KDDI のポボですね。これがですね、月額2480円です。これも同じくね、20ギガ使えたと思います。まあ、こういった感じでね、どんどん三大キャリアがね、値下げを発表してると。で、しかもですよ、さっき言ったドコモのアハモ。これは月額2980円って言ったじゃないですか。まあ、これね、KDDI なんかもっと安いわけですけれども、これってですね、この2980円ってのは理由があったんですよ。何かっていうと、これですね、ズバリ楽天モバイル潰しなんですよ。楽天モバイルっていうのはこの2980円。これに関係してたんですよ。これがですね、楽天モバイルっていうのは去年の4月から1年間無料キャンペーンっていうのを展開していて、まあ、1年間無料ってことはですよ。1年済んだ今年の4月から無料キャンペーンが終わって、毎月2980円の課金になっていたと。だからですね、これ本当にえぐいですよね。楽天モバイルってのは今年の4月から2980円取ると、そこにドコモってのはね、同じ金額で当ててきたと。で、その後に発表したね、今年に発表した、一番遅れて発表した KDDI、これは2480円でいこうっていうね、どんどん値下げが始まってるんですよ。楽天モバイルどうすんのかっていうね、やべえなと。で、実際にですね、これ、ちょっとやばいなってアンケートがありまして、アンケート自体ちょっと古いんですけれども、このアンケートがですね、去年のですね、12月15日のアンケートです。っていうことはですよ、この時ってのは、まだですよ、ソフトバンクとか KDDI、ここはですね、値下げしたプランってのは発表してないんですよ。まあ、各社ね、Y モバイルとかそういったね、サブブランドでの値下げってのは発表してましたけれども、ソフトバンクとかね、KDDI、まあ、AU ですよね、AU 本体とかで値下げはこの時点で発表してなかったと。ただここでドコモだけが12月3日にアハモ、これだけ発表してたんですよね。この時点で取ったアンケートです。だからソフトバンクと au ってのは、まあ、本体はまだ値下げしてなかったと。ただドコモだけドコモ本体がアハモっていうプランで値下げを発表した。で、これがさっき言ったように楽天モバイルと同じ2980円ですよね。この状況で取ったアンケート、こういった結果になってます。これがですね、あなたはドコモの新料金プラン、アハモに乗り換えたいと思いますかっていうね、これを聞いてるんですよ。しかもこれ見ての通り、キャリア別に結果が出てるんですよ。だからですね、どのキャリアの人がアハモに乗り換えたいかってのが分かるんですよ。その結果です、その結果。これ見てください、これ。これですね、一番上から2番目、ドコモ。ドコモからもアハモの新プラン切り替えるって意味だと思うんですけれども、これ関係ないですよね。だからそれ以外で見るとどうですか、これ。このね、一番左の濃い赤。この濃い赤が乗り換えたいって明言してると。そしてその隣のピンク。これがやや乗り換えたい。
だからですよ、乗り換えたいとやや乗り換えたい、これ合わせるとですね、一番多いのがこれ楽天モバイルなんですよ。だからね、一番乗り換えられそう、ドコモの新プラン発表によってね、これが楽天モバイルってことなんですよ。一番ピンチってことなんですよ。そして今ですよ、それもさらに安い2480円のポボなんかもあるわけじゃないですか。他にもね、ソフトバンクオンラインとかね、だからよりピンチってことなんですよね。でもちろんね、これ楽天モバイルっていうのは一番最高発ですから、本当だったらね、一番楽天モバイルっていうのは他からね、乗り換えてもらわなきゃいけないのに、早くもですよ、乗り換えようかなって人がね、一番発生してるっていうね、一番やばいんですよ。ちなみにですよ、これ楽天モバイルっていうのは去年の4月から無料キャンペーンをやって、なんとかなんとかですね、220万人、これだけのね、契約者をね、かき集めてたんですよ。なんとかね。ただこんなことが起きてますから、このままでは楽天モバイルの220万人は、大手三大キャリアの草刈り場になりそうであったが、まあ当たり前ですけれどもね、相当ピンチっていうところで、今回の対抗プランによって首の皮1枚つながった。これね、今回の対抗プランってのは、楽天モバイルがね、やべえなと思って1月29日、だほんとね、1週間前ぐらいですよね。新プランっていうのを発表したんですよ。だからこのままだとね、もう終わるってことなんですよ。それで新しくね、格安プランを発表した三大キャリアに対抗するために、1月29日に楽天モバイルが発表した新プランなんですけれども、どういったプランかっていうとね、他の三大キャリアっていうのは多分ね、格安プラン、20GB でいくらってね、一律のプランになってるじゃないですか。ここでね、楽天がやってきたことが、まずですね、月間の利用データ量が 1GB 未満の人は、これなんと0円です。いくらももらわないと。そして、1から 3GB 使った人ってのは980円。そして、3から 20GB、これは1980円。で、20GB 以上使った人、これは2980円っていう風にね、まあこういう風にね、ちょっと刻んできた、まあ重量戦みたいな感じですよね。こういった感じでなんとか対抗しようとしてると。で、これについてね、こういう風に記事に書いてありますね。楽天モバイルの新料金プランは相当な赤字覚悟だと見る業界人は多い。まあそりゃそうでしょうね。もともと薄利多売とからね、行こうと思ったわけですから。それをさらにね、下げなきゃいけなくなったわけですから、もちろん相当な赤字覚悟でしょうね。まず、1GB 未満の0円ということで、そもそも収入が見込めない。そうですよね。1GB も使わなかった人はね、いくらも取れないっていうね、0円ですから。現在、楽天モバイルを契約している人の多くは、メイン回線ではなく、サブ回線と見られている。1年間の無料キャンペーンなら、お試しで契約してみるか、という人が多いとされている。4月以降、1GB 未満で0円ならば、そのまま使わず回線を寝かしておく、という人も増えそうだ。確かにね、まあだからね、基本料金とかもないってことなんでしょうね、これ見ると。使わなかったら0円だったらね、確かそのまま放置しちゃうかもしれないですよね。もともとサブ回線だったらね。だからね、解約もされないけれども、全然ね、有料のラインまで使ってもらえないかもしれないっていうね。で、あとですね、これ。さっき言ったようにね、他の三大キャリアってのが 20GB で、まあ、2980円とかね、2480円。まあ、こういったのがあるから、もしですよ、3ギガとか5ギガとか、それぐらいしか使わない人っていうのはこう楽天モバイルの方がね、得するかもしれないんですけれども、これちょっと言われてるのが、年々ですね、みんなが使うデータ量ってのは増えるって言われてるんですよ。だからますますね、楽天のアドバンテージって言うとね、なくなっていくんですよね。そしてさらに言ったように、楽天としてはね、今回1月29日に新プラン発表しましたけれども、それってのはね、想定外か、多分ね、想定より早い値下げになってると思うんですよ。こんなに早くね、他の三大キャリアが値下げしてくるとは思わなかったと。もちろんね、総務省の圧力があったからなんですけれども、おそらくね、これ、想定外か、まあ、多分想定してたかもしれませんけれども、こんなに早くね、他の三大キャリアが値下げしてくると思ってなかったんですよ。っていうことは、楽天モバイル自体もですよ、想定よりも早い値下げ、想定よりも早くね、利益率、収益性ってのは下がったわけじゃないですか。これについてもですね、こういうふうに書いてあります。また、楽天モバイルは、自前でネットワークを構築できていない場所は、KDDI のネットワークに接続する仕組みになっている。ユーザーは 5GB まで、KDDI ネットワークを無料で利用できるのだが、楽天モバイルは KDDI に 1GB あたり約500円の接続料を支払う契約となっている。仮にユーザーが 5GB、KDDI ネットワークを使うと2500円の支出。しかしユーザーからは1980円しか徴収しない。楽天モバイルはですよ。つまりここで500円の赤字が発生すると。なるほどと。だからね、さっき言ったようにね、収益性が悪くなった上に、それどころかね、場合によっては、むしろ楽天モバイルがね、赤字というか、利用者に代わってお金をね、多く出している。こういったちょっとね、無茶に安くしてる料金プランってことになるんですよ。まあそれもこれもね、まだ楽天モバイルが自分の回線がないから、他の会社の回線を使わなきゃいけないからなんですけれどもね。まあ自分のとこ使うとね、さすがに赤字まではいかないんでしょうけれども、まあそういったこともあるんで、楽天モバイルってのは収益性が相当やばいし、そしておそらくね、当初よりも急ピッチで全国にね、自前のネットワークを広げなきゃいけないってことなんですよね。そしてですね、楽天モバイルっていうとね、やっぱりこれ、一番のネック。これが多分一番のネックだと思うんですけれども、これですね、ちょっとソフトバンクにね、ディスられてるんですよ。こういったニュースがありました。
ソフトバンクの代表取締役社長、執行役員兼 CEO の宮内健氏は、4日の第3四半期決算会見で、楽天モバイルの新料金プランに関して、ネットワーク品質で十分対抗できるとコメントした。この宮内さんね、ソフトバンク KK、だから携帯のね、ソフトバンク、ソフトバンクグループじゃなくて、携帯のソフトバンクの社長ですね。まあ、この人がね、楽天モバイルの新料金プランに関して質問されて、ネットワーク品質で十分対抗できるってね、まあ、楽天なんてね、ネットワーク悪いだろって言ってるわけですよ。だからそんなところが安くしたってあんま関係ないだろって言ってるんですよね。楽天モバイルの新料金はデータ使用量が 1GB 未満の月の基本料金が0円となるインパクトがあるプラン、同プランに対して宮内氏は一生懸命頑張られてるという印象とコメントした上で、すごい感じ悪いですよね。頑張っとるなーみたいなね、余裕な感じで、まあ、そういう風にねコメントした上で、ソフトバンクの料金プランで十分対抗できる理由として次のように述べた。Y モバイルでは、まあ、これソフトバンクのサブブランドですね。Y モバイルでは、実店舗など販売チャンネルという大きなインフラを持っている。価格だけの勝負ではなく、ネットワーク品質、特に 4G であれば、ゴルフ場など、日本全国様々な場所で使える。楽天モバイルは人口カバー率が 96% と言ってるが、96から 99% にするためには、超単位のお金がかかる。っていう感じでね、ソフトバンクの Y モバイルは、実店舗もあるし、ネットワークもいいと。そこにね、楽天モバイルが追いつくには、かなり難しいぞってね、まあ、余裕しゃくしゃくなんですよね。で、他にもですね、日本のユーザーってのはネットワークの品質に世界一うるさいと。まあ、だからね、そういった状況で間接的にね、楽天モバイルは少々値下げしてもネットワークの質が悪いからね、無理じゃないかってふうにね、言ってるわけですよ。まあでも確かにね、ちょっと頷けるところもあるんですよね、これはね。でですね、ちょっと気になるのが、そんなね、ピンチな楽天モバイル。これのですね、採算分岐点。どこまでたどり着けば黒字ができるのか。もちろん今赤字ですからね。これ気になりますよね。これについてなんですけれども、これですね、実はですね、普通にこう楽天がですね、明かしてたんですよね。どういう風な言い方してたかっていうと、去年の4月にスタートした時、まあ、この時っていうのはね、2980円の定額制プランしかなかったんですけれども、その時の計算では楽天のね、三木谷さんが言うには、700万人のユーザーになったら、採算分岐点に、ね、なるっていう風に言ってたんですよ。で、さっきも言ったようにね、今のところ220万人なんですよ。で、しかもこれ、2980円もらった時の場合でしょ？でも今回ね、1月29日に他の3大キャリアに潰されるってことで、さらに値下げをしましたよね。さっき言った段階的なプランですよ。1GB 使わなかったらもう0円でいいよっていうね、そういった衝撃プライスですけれども、このね、段階制のプランにしたってことは、前よりもね、利益率減ってるわけじゃないですか。ってことはですよ、もっとユーザーがいるってことなんですよ。2980円もらってたところで700万人に到達したらね、黒字になるって言ってたんですけれども、このプランはさらにね、値段下げましたから、だからちょっと具体的にね、どれぐらいが採算分岐点かってのはちょっとわかんなくなっちゃったんですよ。これがね、さらに2倍の1400万人いるのか、どうなのかとかね。でですね、楽天モバイルは今回のね、段階的な新プラン、これをね、1月29日に発表したんですけれども、その時の記者会見でね、採算分岐点はどのぐらいですかって質問されたんですけれども、それにはですね、前はね、だから月額2980円で700万人っていう風に言ってたんですよ、三木谷さんは。でもね、今回の新プラン発表の時ってのは、どこがね、採算分岐点かっていうのは言わなかったんだそうです。まあ言えないんですよね、多分。まあユーザー数で言ったらね、相当増えてしまったんでしょうから。多分ね、これ2倍とかじゃないと思うんですよね。もっとね、ユーザー数いるんじゃないのかなって僕は思ってるんですよね。これね、かなりきつい戦いに、ね、なっちゃったんじゃないのかなと。さらに。で、これ、たとえなんとかね、これ、採算分岐点までたどり着いたとしても、まあ、そこにたどり着くのにね、相当時間かかりそうですし、しかもね、これ、当初よりも相当ね、薄利のビジネスになってしまってると思うんですよ。だからね、すごいお金を投入して儲けようと思ったのに、そんなに美味しくない感じになってしまったと。なんでかっていうと、もう業界全体がね、値下げし始めたから、このタイミングでね。で、あとですね、ユーザー数がもともとね、700万人に行ったら、黒字化するんじゃないかって言ってましたけれども、これも変わりましたけれども、これがですね、ユーザー数以外にも黒字化する時期についても、まあ目標みたいなのをね、言ってたんですよ。これですね、当初言ってたのが、2023年中に黒字化したらいいなっていうふうにね、目標を言ってたんですよ。で、これがですね、また面白いのが、去年の4月のニュースではですね、これがですね、もっともっと前倒しになって、1年間前倒しになって、2022年度中にはね、黒字になるんじゃないかっていうふうにね、ニュースが出てたんですよ。これ楽天が言ってるんじゃなくて、他のニュースメディアがね、計算して言ってました。だからね、楽天モバイルっていうのは去年の4月の時点では、予想よりもね、1年間黒字化するのが前倒しになるぐらい、まあ調子が良かったわけですよ。それが今やね、全然状況は変わってしまったわけですよね。だからね、黒字化っていうのはどん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 遠のいていってるし、時期的にもね。そしてそういう風にね、黒字化するまでの時期っていうのが、長引けば長引くほど、当たり前ですけれども赤字っていうのがね、続いて、累積の赤字っていうのはどん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 増えていくってことなんですよ。楽天モバイル事業がね。これちなみにですね、去年の1月1日から9月末まで、ここでね、楽天が楽天モバイルにね、投資してるお金、1400億円ですからね。
まあそういう感じで黒字化するまではね、どん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 お金が出ていくと。そしてさらに、さっき言ったように、当初よりも薄利のビジネスになってしまった。だからね、本当に最悪なんですよね。で、さらにですよ、これもしかしたら、もっともっとね、値下げ競争、これがね、進むかもしれないじゃないですか。そしたらね、これ楽天ってね、まあ黒字化がね、先になったって言いましたけれども、本当に黒字化できるのかっていうね、疑いもかかってくるんですよ。これ例えばですよ、値下げ競争になった時に、どこの会社が体力あるのか。まあ本当だったらね、利益率とか、持ってるキャッシュとかね、そういったことをいろいろ考えた方がいいんでしょうけれども、それはすっごい複雑になっちゃうんで、めんどくさいんでやらないんですけれども、単純にね、会社のデカさでちょっと比較してみると、皆さんね、楽天って言ったらすごい大きい会社のイメージあるじゃないですか。日本国民だったらね、誰でも知ってる。じゃあそういった楽天がね、売上高、いくらあるのかっていうと、これがですね、楽天の売上高、1兆2639億。まあめんどくさいからね、だいたい1兆3000億円ぐらいあると。それぐらいの規模の会社だと。そしてその楽天がですよ、立ち向かうのは、ソフトバンク、KDDI、まあ au ですけれどもね。そして NTT ドコモ。でも NTT ドコモっていうとね、NTT に吸収されましたよね。まあこういった感じでね、楽天が立ち向かうのはこういった3つの会社なんですけれども、値下げ競争とかするとですよ、とりあえずね、会社の規模で比べてみますけれども、楽天がね、1兆3000億円ぐらい売り上げてると。で、それに対してソフトバンクってのは、皆さんなんか僕らからするとね、楽天もソフトバンクはそんなに変わらない気がするじゃないですか。でも結構違うんですよ。もちろんこれは単純にね、売上高の話ですけれども、ソフトバンクって言うとですね、売上高が5兆円あります、5兆円。でも楽天は1兆3000億円。じゃあ次、au の KDDI。これもですね、5兆円ぐらいあります。そして次、NTT ドコモ。これね、NTT ドコモだけで4兆5700億円。まあ、約ね、5兆円ぐらいあるんですよ。だからね、前もちょっと別の動画で言いましたけれども、ソフトバンクもね、KDDI も NTT ドコモも、だいたいね、5兆円ぐらい同じなんですよね。しかも NTT ドコモっていうのは、これ親会社のね、NTT に吸収されましたから、親会社の NTT っていうとね、グループでね、11兆円ぐらい売上高ありますから。だからね、楽天がね、圧倒的にちっちゃいんですよ。そこにね、格安競争を挑んで勝っていけるのかってことなんですよね。しかも最高発ですからね。まあ、あとね、楽天が言ってるのが、うちはね、携帯キャリアだけやって儲けるわけじゃない。他にもね、こうやって儲けるんだって言ってるんですけれども、楽天モバイルですよ。こういう風に言ってるんですよね。楽天モバイルは、携帯電話キャリアが必要とするネットワーク上の設備をプラットフォームとして自社開発している。このプラットフォームを世界のキャリアに売り込んでいくというのが楽天モバイルの稼ぐための戦略の一つなのだ。まさにアマゾンが自社のシステムをクラウドとして外販したように、まあだから AWS ですね。楽天モバイルも自社のシステムを完全仮想化して外販していくというわけだ。まあこういうふうにね、楽天モバイル言ってるんですけれども、僕はそんなうまくいくのかなと思っちゃうんですよ。だって楽天って言ってるですよ。一応ね、IT 系の会社ですけれども、そんなにね、まあ例えばね、GAFA なんかに対抗できるほど IT 技術が高い、そんな会社のイメージもないですよね。まあ他にもね、そんな工業的なシステムをね、作ってる会社でもないわけじゃないですか。まあ楽天って言うとね、僕のイメージは小売りとかマーケティング、そういったのが得意な会社だと思うんですよ。だからですよ、そういう会社が世界に向かって自社開発のシステムを世界に売っていけるのか、そんなすごいシステムが作れるのかってちょっと思っちゃうんですよね。はい、こんなところまでがね、楽天モバイル、やっぱりピンチじゃないのかなってね、話なんですよ。まあだからね、ちょっと楽天モバイルね、災難だったなと思うんですよ。去年の4月だったらですよ、さっきも紹介したように、本当だったらね、黒字化が1年前倒しになるぐらいの勢いがあったわけじゃないですか。でもそこでね、現れたのが総務省ですよ。もっと言うと、菅政権ですよね。もちろん僕らにとってはすごいいいことだと思うんですけれども、楽天にとってはね、悪夢のような、そういった出来事だったと思うんですよ。総務省がやっぱ言って、他の携帯キャリアっていうのがね、値下げし始めたと。楽天もね、いつかこういうことになると思ってたと思うんですけれども、やっぱりね、想定よりも早かったんじゃないのかなと。やっぱりこういうの見てるとね、ビジネスって、一番大事なのはやっぱりね、成功のきっかけはやっぱりね、運だと思うんですよ、運。運がいいとか、運が悪いとか。やっぱりね、これが大事だなってね、改めて思いましたね。もちろんこれはね、最初に成功するきっかけですから、その後のね、ビジネスの拡大と継続、これはね、実力が必要ですけれども、やっぱりね、比較的最初のうちに成功するのは、運の要素っていうのがね、すごい必要、すごい強いかなと思います。だからね、楽天モバイル、ちょっと今回運がなかったなーってふうに思うんですよね。もう1年か2年ね、そういうふうに他の3大キャリアが値下げするのをね、待ってくれてたらなーと思うんですけれどもね。で、楽天モバイルがね、黒字化したあたりから、値下げ競争がね、始まったらね、まだ良かったんですけれどもね。ただですね、じゃあこのままね、楽天モバイルが潰れるのかっていうとね、僕はそうも思ってなくて、相当厳しい感じになると思うんですけれども、やっぱりね、楽天のトップって言うと三木谷さんですから、僕はね、三木谷さんが好きか嫌いかってまた別の話ですけれども、やっぱりあの人はすごいと思うんですよ。だからね、いろんな裏取引とかもして、なんとかなんとかね、楽天モバイル、最終的には黒字化すると思うんですよ。ただそんなにね、結果的に儲かるビジネスにはね、ならないかもしれませんけれどもね。
結構ね、楽天っていうといろんな事業をね、途中でやめてるとも言われてるんですけれども、今回に関してはですね、相当お金突っ込んでますし、まあ、結構大々的にやってると思うんですよ、他のものよりもね。そうするとやっぱね、突っ込んだお金の額と、そしてちょっとね、メンツ、これもあるんで、なんとかなんとかね、するんじゃないのかなと思ってます。一応ね、まあ、生き残るぐらいにはね。はい、ということでね、今日はこんなところなんですけれども、最後にですね、ちょっと一つ、もちろん関連してるんですけれども、おまけみたいなニュース、これちょっと面白かったね、これだけ紹介して終わります。これがですね、どういったニュースかっていうと、今回ですね、総務省が圧力をかけていろいろ値段が下がったじゃないですか、携帯キャリアの値段ね。これでも皆さん多分覚えてると思うんですけれども、最初にですね、総務省、まあ、武田大臣がね、圧力をかけて、それでね、ソフトバンクと au っていうのがサブブランド、だから本体のね、ソフトバンクとか au、こっちのプランじゃなくてね、持ってるサブブランド、こっちの値段を下げたんですよね。さっき言ったワイモバイルとか。そうしたら総務省が、いやいや、そんなんじゃないから、本体を値下げしようってね、もう一回怒って、もう一回圧力かかりました。それで結局ね、三大キャリアとも、本体を値下げしなきゃいけない事態になったわけですよ。まあ、その中でもね、12月3日に、一番最初の本体の値下げを発表したのはドコモでした。ただですね、今回のニュース、これちょっと面白いのが、実はね、そういったドコモも、まあ、ドコモが発表したね、格安プラン、アハモでしたよね。このアハモってのは、ドコモ本体のね、値下げとして発表されましたけれども、実はね、サブブランドとして用意されてたんじゃないか。こういったニュースが出てたんですよ。これ多分本当なんですよ。面白いなと。なんかね、三大キャリアの中でドコモがね、一番最初の本体の値下げをしたって感じで、ちょっとイメージいいじゃないですか。でもこのドコモってのも、実はね、アハモってのはサブブランドとして用意してたけれども、総務省がなんか怒ってるんで、サブブランドの値下げってなんだっつってね。それで本当はサブブランドなんだけれども、ドコモ自体のね、本体の格安プランとして発表したってね、そういった証拠があるってね、そういったニュースがあったんですよ。これちょっと面白いなと。これがですね、IT メディアさんの、ドコモ新料金、アハモがサブブランドにしか見えない5つの理由。まあ、こういったニュースだったんですよ。これがですね、サクッと紹介しますけれども、まずですね、インターネットでドコモの新料金プラン、アハモのページに行くと、なんかですね、表示されているドメインが、NTT ドコモの下にあるわけじゃなくて、ドメインがですよ、ここの URL、これがですね、アハモになってるんですって。だからね、アハモだけ別のドメイン取ってるんですよね。そういったこともあって、別々のね、まあ、だからサブブランドだったんじゃないかってね。これが理由その1です。そして2つ目。なんかですね、アハモが発表された時の記者会見、この時にね、使われてた写真みたいなやつ。まあ、写真かパネルかわかんないですけれども、こうスマートフォンが映っててね。で、このアハモってのはですよ、単にドコモの新料金プランだったら、格安プランだったら、普通にね、この携帯の、まあ、ドコモと契約してたらね、右上か左上に、ドコモって表示出るじゃないですか。ドコモって表示が出てアンテナが出ますよね。そこがね、アハモって書いてあるんですって。まあ、少なくともね、アハモを発表した時の宣伝の材料、宣伝の資料とかではその電波のところがね、ドコモじゃなくてアハモって書いてあったんですって。まあ、例えばね、ソフトバンクの Y モバイル、これ使うと Y モバイルって出るわけですよ。ソフトバンクじゃなくてね。だからやっぱりね、サブブランドとしてドコモ本体のものじゃなかった、じゃないかって理由。これが二つ目です。で、理由その3。これがですね、ドコモユーザーが普通にね、アハモに変更しようとしたら、簡単にね、変更できないんですって。なんか普通ね、ドコモユーザーがドコモの中でね、プランを変えようとしたら、普通に自分でね、ウェブから、マイドコモってところにログインして、自分でプラン変えれるんですよ。なのにこのアハモってのはできないと。まあ、5月以降からね、できるようになるらしいんですけれども、今できないと。なんかちょっとね、他のドコモのプランと違って、アハモだけね、変更手続きがめんどくさいと。そして理由4。ドコモはですね、家族全員でドコモを利用していて、なんかそういった場合ですね、毎月の引き落としを家族でまとめることができるらしいんですけれども、その家族の中にね、一人でもアハモが入ると、そのですね、アハモに入ってる人だけ別になっちゃうんですって。これもだからね、もともとサブブランドとして用意されてたからじゃないかと。そして理由5。日本のスマートフォンっていうと基本的にですね、端末とキャリアっていうのがセットになって売られてるじゃないですか。僕ちょっと違うやつ使ってるんでね、詳しくないんですけれども。でですね、アハモに契約して購入できる端末ってのは、まあ、スマホですよね。この端末が従来のドコモの回線のものとは違うものになるんだそうです。まあ、こういったね、いろんな理由からどう考えてもね、アハモってのはこれサブブランドとしてね、出そうとしてたでしょうっていうね、ドコモの格安プランじゃなくて違うものとして。でも急遽ドコモってのは総務省からの圧力でね、サブブランドにせずに自社のね、格安プランとしてアハモってのを発表した。じゃないかっていうニュースです。まあ、じゃないかっていうかね、もうここまで揃ってたらね、実際そうだったんでしょうね。ちょっとこれ面白くないですか？っていう感じでね、最後のおまけのニュースでした。